本殿 の, あのすぐ上がる階段の脇のところにも2つあるんですよ。ちょっとこう細長いお顔で、これも石像なんですけど、ちょっと変わってますよね。足をこう組んで、尻尾が長くて耳が立ってるんで、ちょっと横向いてるわけでもないし、目が入ってないんでちょっと分かりにくいんですけど、お顔はこういう感じですね。なんかあの犬とかそういう生き物じゃなくて、なんかロバみたいな、なんか馬系の顔ですよね。これですよね。で、本殿がここ でもう一つ左にあるわけですよ。こっちも似てる感じですね。まあ、ちょっとあの何ですかね、あの劣化の仕方がちょっと違うんで、ちょっとお顔もこういう表情で、ちょっと暗いんですけどね。で、正面がこんな感じです。なんかちょっと狐さんだか馬だか、ちょっと細い感じのものになってますね。本殿のすぐ横なんで、ちょっとさっき見落としてましたね。本殿はここですね。はい。